イーグルに依存したウェランドディスプレイサーバープロトコルリナックスウェランドコンポジタリブエランドクライアントツールキットウェランドはディスプレイサーバーとクライアント間の通信方法を記述した通信プロトコルであるまたそのプロトコルを C で実装したライブラリーでもあるウェランドプロトコルを使用したディスプレイサーバーをウェランドコンポジタと呼ぶこれはこのディスプレイサーバーが コンポジット型ウィンドウマネージャーの機能も持つためである。ウェランドは当初、クリスチン・ホッグズバーグ率いるボランティアによって、フリーかつオープンソースコミュニティ主導のプロジェクトとして開発されていた。このプロジェクトは、Linux やその他のユニックス KOS において、X ウィンドウシステムをモダンで安全で、よりシンプルなものに置き換えることを目的としている。プロジェクトのソースコードは、 パーミッシブライセンスの一つである MIT ライセンスで公開されている。成果の一部としてウェランドプロジェクトはウェストンと呼ばれるウェランドコンポジタのリファレンス実装も開発した。Linux カーネルのイブデブもモジュールはイベントを受け取りウェランドをコンポジタへ送る。ウェランドコンポジタはシーングラフを見渡しどのウィンドウがそのイベントを受け取るべきかを決定する。 シーングラフは画面に表示されているものに対応しており、ウェランドコンポジタはイベントが適用される。シーングラフ内の要素との変換がわかる。そのため、ウェランドコンポジタは逆変換することで、正しいウィンドウがわかり、画面上の座標を、ウィンドウ内の座標へ変換することができる。ウィンドウに適用できる変換は、 コンポジターが適用できることだけに限られ、入力イベントに対して逆変換できることに限られます。X の場合、クライアントはイベントを受け取ると反応して UI を更新する。しかし、ウェランドの場合、クライアントは Eagle を通じてレンダリングし、コンポジタへ更新された範囲を通知するために要求を送るだけである。ウェランドコンポジタはクライアントから 変更箇所のリクエストを集め、スクリーンを再構成する。それからコンポジタは、KMS による画面の再描画をスケジューリングするため、i h a t ル l を直接発行する。ウェランドは、コンポジット型ウィンドウマネージャーが、アプリケーションや、グラフィックスハードウェアと直接通信できるようにするための方法を提供する。ウェランドはグラフィックス周りのみに特化しており、 入力ハードウェアとの通信には他のライブラリーを使用することを想定している。ウェランド環境下ではコンポジット型ウィンドウマネージャーがディスプレイサーバーとなる。各アプリケーションは画像を自身のバッファに描画し、ウィンドウマネージャーがディスプレイサーバーとなり、各アプリケーションのバッファを合成してディスプレイ上のアプリケーションウィンドウを作り出す。これは コンポジット型ウィンドウマネージャーと X ウィンドウシステムを一緒に使う従来の方法より効率的かつシンプルである。ウェランドディスプレイサーバープロジェクトはレッドハットの開発者であったクリスチン・ホッグズバーグによって2008年に開始された。2010年頃リ i ックスデスクトップのグラフィックスは中心にある。 X サーバーとやり取りするためだけの山積みのレンダリングインターフェースを持つ状態から X やウェランドのようなウィンドウシステムを脇に退けて Linux カーネルやそのコンポーネントを間に置くように移行した。その結果、グラフィックシステムはシンプルになり、より柔軟性があり、より良いパフォーマンスを発揮するようになった。ホッグズバーグは 多くの最近のプロジェクトと同様に X への拡張を追加することもできたが、クライアントとハードウェアの間のホットなパスから X を締め出すことを採用した。その理由について、プロジェクトの FAQ には以下の通り記載されている。今や異なるのは、多くのインフラストラクチャが X サーバからカーネルやライブラリーに移行したことだ。そして、 中央サーバープロセスでしなければならないことは、ほとんど残っていない。一方、X サーバーは、X プロトコルで会話することをサポートしなければならず、膨大な量の機能がある。それらの機能は、もはや誰も使わない。それらの機能は、コードテーブル、グリフのラスタライズとキャッシング、XLFD、コアレンダリング API 全体がある。コアレンダリング API は、 点線、ポリゴン、大きな円弧その他多くの1980年代スタイルの原始的なグラフィックを描くためのものである。多くのことに対して、我々は、スランドル、ゼンバー、コンポジットといった拡張を追加することで X.org サーバーをモダンにし続けてきた。ウェランドによって、我々は、X サーバーとすべてのレガシーテクノロジーをオプションへと移行できる。 X サーバがコアなレンダリングシステムから互換性のあるオプションに置き換わるまでは長い時間がかかるが計画しなければ達成はできないのだ。ウェランドの初期バージョンではネットワーク透過性を提供していなかった。しかし、ホッグズバーグは2010年にネットワーク透過性が可能であることを記した。それは2011年の Google ググ。 サマーコードプロジェクトとして挑戦されたが、成功しなかった。アダン・ジャクソンは、ピクセルスクレーピングやネットワーク越しに、レンダリングコマンドストリームを送る方法で、ウェランドアプリケーションへのリモートアクセスを目論んだ。2013年初頭、ホッグズバーグは、本物のコンポジタへ、圧縮画像を送るプロキシウェランドサーバーを使って、ネットワーク透過性の実験を行った。 2017年8月 GNOME はウェランド化で最初のピクセルスクレーピング VNC サーバの実装を提示した。ウェランドプロトコルのアーキテクチャではクライアントとコンポジタがリファレンス実装ライブラリーを使用してウェランドプロトコルで通信する。ウェランドプロトコルはクライアントサーバーモデルである。クライアントはピクセルバッファを画面上へ表示する。 要要求するグラフィカルアプリケーションであり、サーバはこれらのバッファの表示を制御するサービスプロバイダーである。ウェランドリーファレンス実装は2層のプロトコルとして設計された。すなわち、回レイヤーは C で手作業で書かれたが、行為レイヤーは XML フォーマットで書かれたプロトコルの記述から自動生成された。この XML で書かれたプロトコルの記述が 変更されたときは、いつでもプロトコルを実装した C のソースコードを再生成できる。これによって、非常にフレキシブルで、拡張性が高く、エラーを防止したプロトコルになる。ウェランドプロトコルのリファレンス実装は、二つのライブラリー、すなわち、ウェランドクライアントによって使われるリブエランド、クライアントライブラリーと、ウェランドコンポジタによって使われるリブエランド、 サーバーライブラリーである。ウェランドプロトコルは非同期オブジェクト指向プロトコルとして記述されている。オブジェクト指向とはコンポジタによって提供されるサービスが同じコンポジタ上に存在する一連のオブジェクトとしてもたらされることを意味する。各オブジェクトはインターフェースを持つ。インターフェースは名前といくつかのメソッド、いくつかの関連したイベントを持つ。 それぞれのリクエストとイベントは例以上の引数を持ち、それぞれに名前とデータ型がある。プロトコルが非同期とは、リクエストが同期した返信やアックを待つ必要がないことを意味する。これにより、ラウンドトリップタイムを避け、パフォーマンスが改善する。ウェランドクライアントは、あるオブジェクトがサポートしているリクエストを、そのオブジェクトへリクエストできる。 クライアントは必要とされるデータをリクエストの引数として提供しなければならない。これがクライアントがコンポジタからサービスを要求する方法である。次にコンポジタはイベントを発行するためオブジェクトによって情報をクライアントへ返す。これらのイベントはあるリクエストに対する反応やあるいは非同期の内部イベントや 状態変化としてコンポジタによって発行される。エラー状態もコンポジタによってイベントとして通知される。オブジェクトへリクエストを発行できるクライアントのために最初にオブジェクトを識別するために使う ID 番号をサーバに伝える必要がある。コンポジタには2種類のオブジェクトがある。グローバルオブジェクトと非グローバルオブジェクトである。グローバルオブジェクトは 生成時にコンポジタによってクライアントへ通知される。一方、非グローバルオブジェクトは通常すでに機能の一部として存在している他のオブジェクトによって生成される。インターフェースとその要求及びイベントはウェランドプロトコルを定義する中心となる要素である。プロトコルの各バージョンは どんなウェランドコンポジタにもあると期待されるインターフェースとその要求及びイベントの集合を含んでいる。オプションとしてウェランドコンポジタは新しいリクエストとイベントをサポートする独自のインターフェースを定義して実装するかもしれない。それによってコアプロトコル以上の機能へ拡張することができる。プロトコルの違いを管理するためそれぞれのインターフェースは名前に加えて バージョン番号属性を持っている。この属性により、同じインターフェースの派生版を区別できる。各、ウェランドコンポジタは、どのインターフェースが使用可能かだけでなく、それらのインターフェースがサポートしているバージョンも公開する。ウェランドコアインターフェース現在のバージョンのウェランドプロトコルのインターフェースは、ウェランドソースコードにあるプロトコル、ウェランド XML で定義されている。 これは XML ファイルであり、現在のバージョンに存在するインターフェースが、リクエスト、イベント、その他の属性とともにリストアップされている。このインターフェース集合は、どのウェランドコンポジタも最低限必要とされるインターフェースである。いくつかのウェランドプロトコルでの最も基本的なインターフェースは以下の通りである。標準的なウェランドクライアントセッションは、 WL ディスプレイオブジェクトを使ってコンポジタに接続することで開始する。これは接続を表す特別なローカルオブジェクトでありサーバー内には存在しない。このインターフェースを使うことでクライアントはコンポジタから WL レジストリーグローバルオブジェクトを要求できる。WL レジストリーオブジェクトにはすべての名前があり存在している。 グローバルオブジェクトが格納され、クライアントは望むオブジェクトを紐付ける。通常、クライアントは最低限一つの WL、コンポジタオブジェクトを紐付ける。アプリケーションの出力をディスプレイに表示するため、WL、コンポジタオブジェクトから、一つ以上の WL、サーフェイスオブジェクトを要求する。ウェランド拡張インターフェースを選んどコンポジタは、 自身の追加インターフェースを定義して公開することができる。この特徴によってコアインターフェースによって提供される基本機能を超えてプロトコルを拡張できる。そしてこれはウェランドプロトコル拡張を実現する標準的な方法になった。コンポジタは特化したあるいはユニークな特徴を提供するためにカスタムインターフェースを追加できる。 ウェランドリファレンスコンポジタであるウェストンは新しいコンセプトやアイデアのためのテストベンチとして新しい実験的なインターフェースを実現するためにカスタムインターフェースを使用したそれらのコンセプトやアイデアはその後にコアプロトコルの一部になった XDG シェルプロトコル XDG シェルプロトコルはウェランドコンポジタでサーフェースを管理するための拡張手段である サーフェイスを操作するための伝統的な方法は、WL シェル関数を使用することだった。この関数は、ウェランドコアプロトコルの一部で、リブウェランドクライアントにある。対して、XDG シェルプロトコルの実装は、ウェランドコンポジタによって提供される。そのため、XDG シェルクライアントプロトコル H ヘッダが、ウェストンソースツリーに含まれる。 それぞれのウェランドコンポジタは自身の実装を提供することを想定している。2014年6月現在、XDG シェルプロトコルはバージョン管理されておらず、まだ変更する可能性がある。XDG シェルは長期的には WL シェルを置き換えることを目指したプロトコルである。しかし、現状では XDG シェルはウェランドコアプロトコルの一部ではない。 XDG シェルは開発版の API として始まり、当初は開発用に使われた。これらの特徴がいくつかのデスクトップシェルによって要求されるとなれば、最終的には安定版へ移行できる。XDG シェルは主に2つの新しいインターフェース、XDG Surface と XDG PAPAP パパを提供する。XDG Surface インターフェースは動かせ。 サイズ変更ができ、最大化等ができるデスクトップスタイルウィンドウを実現する。XDG サーフェースインターフェースは親子関係を生成するためのリクエストを提供する。XDG パパップインターフェースはデスクトップスタイルのポップアップとメニューを実現する。XDG パパップは常に別のサーフェースのための一時的なものであり暗黙的なグラブを持つ。 イビー、シェルプロトコルイビーシェルは、ウェランドコアプロトコルの拡張で、社内エンターテインメントデバイスをターゲットにしている。ウェランドコンポジタとそのクライアントは、フレームバッファに直接描画するために、イーグルを使用する。XORG サーバは、ズウェランドと、グラマーで動かしている。ウェランドプロトコルは、レンダリング API を含んでいない。その代わり、ウェランドは、 ダイレクトレンダリングモデルを採用している。ダイレクトレンダリングモデルでは、クライアントは、ウィンドウコンテンツを、コンポジタと共有できるバッファーへ描画しなければならない。そのため、クライアントは、カイロやオープングルなどのライブラリーを使って、自分自身で全てをレンダーリングすることも選択できる。あるいは、QT や GTK といった。 ウェランドをサポートする行為のウィジェットライブラリのレンダリングエンジンに頼ることもできる。クライアントは特定のタスクをこなすためにオプションとしてその他の特化したライブラリを使用することもできる。例えばフォントレンダリングのためにフリータイプを使用できる。レンダリングされたウィンドウコンテンツの結果は WL バッファーオブジェクトに格納される。 このオブジェクトのデータ型は実装依存である。コンテンツデータがクライアントとコンポジタとの間で共有可能でなければならないことだけが唯一要求される。もしクライアントがソフトウェアレンダラーを使用し、その結果がシステムメモリに格納されるなら、クライアントとコンポジタはバッファー間のやり取りを余分なコピーなしに実現するため共有メモリを使用できる。 ウェランドプロトコルはすでにこの種の共有メモリバッファに何も追加することなしに対応している。共有メモリバッファは WLSHM 及び WLSHM プールインターフェースによって実現できる。この方法の欠点は、コンポジタはそれを表示するために追加の作業を必要とする可能性があることである。これにより、グラフィックパフォーマンスは低下する。 最も一般的なケースでは、クライアントがオープングル、オープングルイ e ス、s ルカンといったハードウェアアクセレレーションのための API を使ってビデオメモリバッファへ直接レンダリングする。クライアントとコンポジタはこの GPU 空間のバッファを参照するための特別なハンドラを用いて共有できる。この方法はコンポジタに余計なデータコピーをしないようにする。結果として、 グラフィックパフォーマンスは向上し、より良い方法である。コンポジタは API クライアントとして、同じハードウェアアクセセレレーション API を使ってディスプレイへ描画する、最終的なシーンのコンポジションをかなり最適化できる。レンダリングが共有バッファ内で完成したとき、ウェランドクライアントは、バッファのレンダリングされたコンテンツをディスプレイに表示するため、コンポジタを導くべきである。 そのために、クライアントは、レンダリングされたコンテンツを格納する、バッファオブジェクトを、サーフェイスオブジェクトに紐付ける。そしてコミットリクエストをサーフェイスに送り、バッファの制御を、コンポジタへ転送する。それから、クライアントは、もしまた別のフレームをレンダリングするためにバッファを再利用するなら、コンポジタがバッファを解放するのを待つ。 あるいは新しいフレームをレンダリングするため別のバッファを使用し、レンダリングが完了した時に、この新しいバッファをサーフェースに紐付け、そのコンテンツをコミットすることもできる。数個の関連するバッファや、その運用を含めて、レンダリングに使用される方法は、全体的にクライアントの制御下にある。ウェランドと X との間には、パフォーマンス、コードの保守性、 セキュリティに関していくつかの違いがある。ズウェーランドはウェランドクライアントとして動作する X サーバである。ズウェーランドによってウェランドコンポジタ環境でネイティブの X11 クライアントアプリケーションを表示させることができる。これはズクオーツが X アプリケーションを MacOS のネイティブウィンドウシステムで動かす方法に似ている。ズウェーランドのゴールは 移植されていないアプリケーションを実行する方法を提供することで、X ウィンドウシステムからウェランド環境への移行を促進することである。ズウェランドは、XORG、サーババージョン1.16に取り込まれた。QT5 や GTK3 といった、ウィジェットツールキットは、ユーザーがアプリケーションを、X 上あるいはウェランド上で実行させるかにかかわらず、 ユーザーがローダーを選択することでグラフィカルバックエンドを実行時に変更できる。QT5 はこの効果のためにプラットフォームコマンドラインオプションを提供している。一方、GTK3 は GDK バックエンド環境変数を設定することでユーザーが GDK バックエンドを使用するか選択可能にしている。一般的なウィンドウの要素。 ウェランドでも X11 でもどのソフトウェアが Window の装飾をレンダリングするかは指定しない。ウェストンはクライアントによって描画されることを要求する。しかし、クイーンはサーバサイドでの装飾を実現する。o ウェランドディスプレイサーバプロトコルを実装したディスプレイサーバはウェランドコンポジタとも呼ばれる。なぜなら、 それらはコンポジット型ウィンドウマネージャーの仕事もこなすからである。ウェストンはウェランドコンポジタのリファレンス実装であり、ウェランドプロジェクトによって開発されている。C で書かれており、MIT ライセンスの下で公開されている。ウェストンは Linux カーネルの特定の機能に依存しているため、公式には Linux のみサポートしている。ウェストンが依存している機能は、 カーネルモードセッティング、グラフィックスエクセキューションマネージャーウデブである。これらは他のユニックスライク OS には実装されていない。Linux で実行するとき、i b デブによってハードウェアの入力を運用する。一方、バッファの運用はジェネリックバッファマネジメントに依存している。しかし、2013年にウェストンのフリーブズド向けのプロトタイプポートがアナウンスされた。ウェストンは HDCP をサポートしている。ウェストンは、コンポジタとアプリケーション間のアプリケーションバッファを共有するために、ジェムに依存している。ドックやパネルといった、共通のデスクトップの機能のためのシェルの、プラグインシステムを含む。クライアントは、自身のウィンドウボーダーや、装飾の描画に対して、責任を負う。ウェストンは、レンダリングのため o p e n g ルイエ e s を使ったり、 ソフトウェアレンダリングのためにピクスマンライブラリーを使ったりすることができる。完全なオープングル実装は使われない。なぜなら、現在のほとんどのシステムでは完全なオープングルライブラリーをインストールしている場合、GLX やその他の XWindow システムサポートライブラリーを依存関係のためにインストールしているからである。Weston のためのリモートアクセスインターフェースは、 2013年10月にリアブンクの従業員によって提案された。メイナードメイナードメイナードはグラフィカルシェルである。メイナードは GNOME シェルがムターへのプラグインとして書かれたことと同様にウェストンのプラグインとして書かれた。ラズベリーパイ財団はコラボレートのコラボレーションの中でメイナードをリリースしパフォーマンスとメモリ使用量の改善に取り組んでいる。 リベンプットは複数のウェランドコンポジタに対してインプットスタックを統合するために作られた。入力デバイスを扱うためのウェストンコードはリベンプットと呼ばれる独立したライブラリーとして分けられている。ウェストン1.5に初めてマージされた。リベンプットはウェランドコンポジタのための入力デバイスを扱う。また、汎用的な XORG サーバ入力ドライバを 提供する。リベンプットの狙いは、入力イベントを扱う、共通の方法で、ウェランドコンポジタ用の単一の実装を提供する、ことである。これによりコンポジタ用にインプットコードをカスタムするための量を最小化する。リベンプットは、デバイスの検出、デバイスの運用、入力デバイスイベントの処理と抽象化を提供する。リベンプットのバージョン1.0は、 バージョン0.21の次にリリースされ、タブレット、ボタンセット、タッチパッドジェスチャーのサポートを含んでいる。このバージョンは、安定した API、a ビ i を維持する。GNOME、GTK 及び KDE フレームワーク5が本流にしたことで、Fedora20 には、XORG のイブデブと、ソナプティックスドライバーを、リベンプットに置き換えた。バージョン1.16では、 XORG サーバが XF86 インプットリベンプットと呼ばれるラッパによってリベンプットライブラリーをサポートした。WeLand Security Module は Linux カー r n e l における Linux Security Module インターフェースに似た位置づけである。いくつかのアプリケーションは高い権限を必要とする。これらの権限は WeLand Composita に共通して持たれる。現在、 ホエールにおけるアプリケーションは一般的にスクリーンショットや入力イベントの発行といったセンシティブな処理はいずれも実行できない。ウェランドの開発者たちは特権を付与されたクライアントを安全に処理するための実行可能な方法を積極的に探しており、クライアント用の特権を持たせるインターフェースを設計している。ウェランドセキュリティモジュールは コンポジタ内でのセキュリティの決定を一元化されたセキュリティ決定エンジンに移常する方法である。ウェランドプロトコルはシンプルであるように設計された。そのため、ウィンドウシステム全体を構築するためには、追加のプロトコルやインターフェースを定義し実装することが必要である。2014年7月現在これらの追加のインターフェースは作成中である。そのため、 ツールキットはすでにウェランドを完全にサポートしている一方、グラフィカルシェルの開発者たちは必要な追加のインターフェースを作るためにウェランドの開発者と協力している。2020年現在ほとんどの Linux Distribution はウェランドをインストール直後からサポートしている。特筆すべき例を挙げると、特筆するアーリーアダプター、ウェランドをサポートする。 ツールキットの一部を以下に列挙する。X からウェランドへの置き換えを進めているデスクトップ環境には GNOME KD p プラズマ a や Enlightenment ンンがある。2015年11月 Enlightenment ンン E20 は完全なウェランドサポートをアナウンスした。GNOME 3.20は完全なウェランドセッションを持つ最初のバージョンである。 GNOME3.22 は GTK、MUTAR、GNOME シェルを通してウェランドのサポートを改善した。GNOME3.24 はウェランド下での商用エンビディアドライバーをサポートした。先行して c イ e a m 4 1 1が実験的にウェランドをサポートしていたが KDE プラズマによるウェランドのサポートはプラズマ号のリリースまで遅れた。 プラズマバージョン5.4はウェランドセッションをサポートした最初のバージョンである。2020年の間、クリッパーはウェランドへ移行し、次の2020年10月にリリースされる次の5.2例では、スクリーンキャスティングとレコーディングを改良することを目標としている。ウェランドをサポートする、その他のソフトウェアは以下である。 ポストモケトス上で動くウェストンウェーランドをサポートする携帯及び組み込みハードウェアは以下である。イーグル上でダイレクトレンダリングを使用するウェランド作者であるクリスチン・ホッグズバーグはリ i ックスのグラフィックと XORG の開発者であり以前はエールクスとドライにで勤務していた。レッドハットで勤務している時2008年の間た時間のプロジェクトとして ウェランドの開発を始めた。最初の目標は、すべてのフレームは完璧である。つまり、それによってアプリケーションは、ティアリング、ラグ、細胞が、ちらつきを二度と目にしないよう十分にレンダリングをコントロールできるシステムであった。根底となるコンセプトが固まった時、ホッグズバーグは、ちょうど、マサチューセッツ州、ウェランドの街を運転していたため、その名前が付けられた。 2010年10月に、ウェランドは freedsktop.org e のプロジェクトになった。移行の一環として、プロジェクトの中心となる議論と開発の場が、Google グループからウェランド、デビルメーリングリストに置き換えられた。ウェランドクライアントとサーバのライブラリーは、当初 MIT ライセンスの下で、リリースされた一方、 コンポジタのリファレンス実装であるウェストンといくつかのクライアントの例は GNU ゼネラルパブリックライセンスバージョン e 2を使用した。その後、すべての GPL のコードはコードがリファレンス実装と実際のライブラリーとの間をより容易に移動できるよう MIT ライセンスに再ライセンスされた。2015年にはウェランドで使用していたラインセスの文言が 古いバージョンの MIT ライセンスとわずかに異なっていたことが見つかった。ライセンスの文言は XORG プロジェクトで使われている現在のバージョンのものへ更新された。ウェランドはドライにサポートによってすべての MESA3D 互換ドライバで動作し同様にハイブリスプロジェクトを通じて Android ドライバで動作する。テンプレート デスクトップエンバイロメンツウィンドウマネージャーズ4 x、x 1 1ウェランド。ありがとうございます。